茨城県道291号下伊瀬畑、麻酔線日立大宮市日山栃木県道291号下伊瀬畑、麻酔線茂木町林の終点付近茨城県道、栃木県道291号下伊瀬畑、麻酔線は茨城県日立大宮市から栃木県羽賀郡茂木町に至る一般県道である。 茨城県日立大宮市下伊勢畑の茨城県道39号、笠間小川線分岐を起点として、西方向へ向かい、栃木県羽賀郡茂木町、増井の国道123号交点へ接続する一般県道である。路線の大部分は、闇曽山地の山間部にある、日立大宮市檜山地区と茂木町檜山地区を通る生活道路であり、途中、ツインリンク茂木の敷地内を横断する。 ただし、ツインリンクモテギとの道路境界はフェンスで囲われており、入場ゲートが接続されていないので、一般車は本路線からツインリンクモテギへ直接入場することはできない。午前山ダム建設に伴う付け替え道路である、起点付近の1 5トル区間とツインリンクモテギから終点までの3 8トル区間は、対向に車線の道路改良された道路で、これ以外の茨城。 栃木両県の日山地区における区間は1から1.5、車線の境内で屈曲した道路である。特に栃木県側の日山地区は乗用車1台分ほどの福音の境内道路で車両すれ違いが困難な状況にある。交通量は非常に少ない。全区間が茨城、栃木県境の闇沿山地産幹部にあり、中川支流の日山川に沿って道路が伸びる。福院。 曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。